弾薬中は、中国のジャーナリスト、編集者、活動家。日本共放者編集長、日中交流研究所所長、北京大学客員研究員、中国首都経済貿易大学客員教授、湖南大学客員教授、湖南省人民大会友好協会名誉理事、調査式国家協連合会顧問、沈汰式国家協連合会会外顧問。 1958年中国港南省に生まれ、中国青年法の記者、編集者として活躍。1991年日本に留学。1996年総合出版の日本共放社を設立。1998年には在日中国人社会の情報源となすべく編纂した在日中国人大全を出版。2000年3月に、 新潟大学大学院で博士号取得。2002年、永遠の隣人人民日報に見る、日本人を出版。2005年から、日中作文コンクールを主催。2007年8月、正規実間語学を創立。2008年度美中学院倉石賞、小島安隆国際貢献賞を受賞。2009年度外務大臣表彰受賞。2014年12月、 中国人の日本語作文コンクールは第10回を迎え、北京の日本大使館にて表彰式と日本語スピーチ大会を催す。2015年5月14日、NHK ラジオ深夜便に出演。テーマは、日中相互理解は日本語作文から。2016年5月20日、テレビ朝日、ハトリ新一モーニングショーに出演2016年9月7日。 NHK クローズアップ現代に、出演2016年9月26日号、サンデー毎日、倉重敦郎、サンデー辞表に大きく登場2016年11月26日、朝日新聞、B に登場。ありがとうございます。